おこだ175センチ、68.8キログラム、パンクラス初参戦、ジョゼアルード。赤コーナー171センチ、68.5キログラム、パンクラス戦績4戦3勝1敗、ショーティーレフリー広野。セミファイナルを迎えます。69キロ以上75キロ未満ライト級の戦い、5分、3ラウンド制になります。赤コーナーが木場から庄司、対する青コーナー初参戦になります、ボードッグファイトが送り込むという形になります。所属はブラジルノバウニオン、ジョゼアルド。赤コーナーファンクラスマット3勝のすべてが1ラウンドノックアウト、中でもデビュー戦飛び膝3秒での KO 撃をやってのけたのが白いスパッツの庄司。対する青コーナーのジョゼアルドはブラジリアン柔術黒帯を巻きます。しかしハードストライカーの顔も持つノバウニオン期待の、いやブラジル期待の新鋭です。黒いスパッツのジョゼアルド、もう恐ろしいほどにリラックスしきっています。つまり緊張から硬くなっていつもの攻撃出せない、そんなことは全くないでしょう。しかし庄司3秒の KO があります。ゴングの瞬間から目を離さないように、近藤選手なんとなく期待してしまいます、ね、そうですね、なんか狙ってそうですよね。レディーファイト。さあゴング飛び出さないか、これを回せます。まあこう期待させるのも一つ庄司ならではですね。中央を取っているのがジョゼアールド。おお前蹴り、あ入ってくるところ前蹴り、これ一つポイントになりそうですね。ブラジル人って本当こうなんだろうな、充実家とかあんま関係ないですよね。そうですね、普通になんだろうな、パンチも強いし蹴りも強いし、あ何でもやってるっていうか、ね、ああいいですね、走ってますねローキック。まあ、しかしこう独特のベタッと足をついた形のジョゼアルド、足が長いですね。庄司のちょっと右の足のテーピングが気になるところであります。うまくコーナーに追い込んでいきます。アルド、いやプレッシャーありますね。そうですね、庄司選手がちょっと左ハイキック、いや僕は全然いや庄司もさすがです、ね、大きなお世話でしたね、心配です。これどうなんでしょうね、コーナーに、おお、いいパンチだ、コーナーに追い込まれているのか、引き込んでいるような、そんな風に見えますね。いや、どちらとも下高かもしれませんね。左のフックのフェイントを見せます、庄司。誘ってカウンターを狙っているか、白いスパッツの庄司。しかし、ジョゼアルドのこの圧力も強烈です。コーナーにいつの間にか追い込まれる、左のミドル、はい。これを嫌って回り込みます。おお独特の軌道だ、アッパーとフックの間のような、これもそうです、いっ左ハイ叩き落としていきます。もう一つ、いやいや散らしていきます。これ投げ自信あるんですね、そうですね、まあ、20歳のジョゼアルドの落ち着きも脅威ですけど、パンチが走っている、最後はローキック、今度は最後のフック、軸足を払っていった、離れ際立ち上がりはしっかりディフェンスさせていますが、首相撲からの膝強烈、いやでもミルパンチも強いと聞いたか、テンプル左バックに回ります。いやしかし抱え上げて倒した、ちょっと今角度が厳しかったですね。でも打撃で引かなかった庄司にジョゼアルドがちょっと嫌っているような感じもありますね。いや引かなかったですね、やっぱり。そうですか、普通のなんだろう、日本人の選手だったら普通に引いちゃうんですよね。全く何にも理解しなかったように見えました。いつの間にかマウント、今度はバックマウントを探ります。回転して、いや形はちょっと嫌な形になってきた庄司にとって、ここまでストライカーにしか見えなかったんですが、ブラジリアン柔術黒帯を巻いているジョゼアルド、この辺はもう得意でしょうね。ですね、あしかし動く、おお素晴らしい、見事、しかし圧力もすごい、あしっかり膝を畳んでも中に入れさせないように体を浮かせようかというような下の庄司。まあ、ここまで外国人選手との戦いが庄司なかったんですね。なんでまあどれほどのもんなのかという、
あしかしいいポジション持っていますジョゼ・アルド。形しかしポジショニングを取られる前に動きます。勝利に勝ちました。2回もあのちゃんともう回避してますからね。そうですね、これはもうすごいですよ、うん、こうハート強いですね。強いですね。全く引きません、まあ、あのリラックスしきったジョゼ・アルドも驚きましたけど、庄司もそうですね23歳の庄司、20歳のアルド、お互いに本当にいい選手ですね。そうですね、近藤選手、今こうパンクラスの階級で唯一ライト級がまだ王座が制定されてないんですね。そうですね、なるほど。ラスト1ミニッツ、ラスト1ミニッツ、ここはじっくりという戦いになりましたが、でも今も倒されながらひねって入れ替わろうかというような庄司。おっと危ないぞ、蹴りが飛んでくる。しかしここもアグレッシブに防いだ。笑っているように感じます。右左のフックで手を切りました。いやいや、さすが庄司、登る侍と書く名前、もう名は体を表す。おお強いローだ。下から崩すか、これ独特のこう回してアッパーか、回してフック系のアッパーか。残り時間20秒、ラスト20セカンド。いや、見応えありますね。ありますね。右のロー。残り時間10秒、ラスト10セカンド。これだけ外国人選手の外国の実力者に堂々渡り合って、しかも仕掛けでも引いていない庄司。おお、もう終わりか、第1ラウンド、そんなイメージです。ファンクラス2007ライジングツアー 7.27 後楽園ホール大会、すでにセミファイナルを迎えています。庄司対ジョゼ・アルドの戦い。ジョゼ・アルドのセコンドには今指示を飛ばしている画面右側のアンドレ・フェデネラスさん、ノバウニオンの主催者です。さあ近藤選手、はい、1ラウンドの戦いを踏まえて2ラウンドどんなところを見ていきましょう。もうそうですね、あの庄司選手のパンチはすごい強いですからね、一発でも上がればもう相手倒れると思いますね。そうですね、はい、いやもうハイスターハートしてますね。本当にお互いに引いてないですからね。そうなんですね、相手に対して全然ビビってないんで、いや緊張感ありますね。だからセミファイナルライト級の戦いは3ラウンド制、これが第2ラウンドです。いや第1ラウンドもアグレッシブです。非常に緊張感のある戦い、なんといっても両選手のハートが強い強気の2人です。白いスパッツが騎馬庄司、騎馬所属の登る侍と書いて庄司。ハイキック一方の黒いスパッツがロードグファイトが送り込む、所属はブラジルノバウニオン、ジョゼ・アルド、20歳の選手。ワンツー、まあ、リーチの差は若干あるか。おお、独特の軌道が捉えた顎を飛び込んでの膝。うわ、負けていません。といわゆるこうジムとか教室とか道場、そういう小さい枠、そういう一つの枠から飛び出しているイメージがありますね。そうですね、なんでこんな選手が育ったんですかね素晴らしいですね。ブレイク、ブレイク。もともと DA 大輝選手とかとも一緒にこうトレーニングとかもしてますね。左フック空を切ります。さあしかしひょっとしたら引き出しが多いのがやっぱり女性あるところでしょうか。そうですね、本当微妙な差ですけどね、うん、あのやっぱりその女性アルドの方が、うまいことポイント取ってますよね。あ、なるほど、まあ、そういう意味じゃ20歳脅威ですね。アルドも2004年のミクストマーシャルアーツ総合格闘技デビューが女性アルド、9戦して8勝1敗の戦績、まあ、唯一の敗戦があのまあプライドオブ指導のリング、プライドアメリカ大会も上がってましたかね、ルタリブリのルシアのアゼベドに負けているんですが、
そのアゼベドを下しているファービオ・メーロ、ファービオ・メーロからは2ヶ月前勝利を挙げています。まあ、ファービオ・メーロはディープで矢野拓実選手に勝っていたり、あと三島選手や五味選手ともプライドで戦っている選手。そのファービオ・メーロから勝利を挙げている黒いスパッツのジョゼ・アルド。さあアンドレ・ペデネイラス師匠の近いところに運んでいってテイクダウン。ピンク色の T シャツの方がアンドレ・ペデネイラス。もともと日本でペデネイラスが名前を打ったのが佐藤ルミナ選手をバルティドジャパンで下した時ですね。もう時代は巡っています。その弟子が20歳。このじっくり来るの嫌ですね、庄司は。まあ、庄司も最初のコメントでは、試合前のコメントでは相手がガンガン強制したのでやりやすい、まさにそんな展開だったんですが、そのままではアルドの方が危ないと見てこのじっくりした展開に切り替えています。おお、助か庄司。いやいや、ここでまた立ちましたね。立ちますもんね。この人の試合見てみたい、そう思わせる選手ですね。しかしねちっこい。ここはガード。ブラジル人のこの身体能力って本当すごいですよね。なんか本当サッカーとか見てても全然なんか違う生き物みたいに見えますしね。いや本当に練習相手さんかもみんなそういう風に身体能力高い選手とやってるから、もう自然となんか動きも良くなってきますよね。こういう選手がゴロゴロいて、その中で紙一つ一で上回っている選手が来ると。そうですよね。それ強くなりますね。ここは戦える位置に戻っての試合再開になります。下からの仕掛けもあるか庄司。肩を揺するようにかなり汗も光っています。おお、下から仕掛けがあるか。体を張って踏みつけ、おお来ますね左フック。いやー、ここはさすがだジョゼ・アルド。ダックしてテイクダウン。今のなんだろうな、ダッキングからの、タックル本当にうまかったですね。ちょうどまたカメラの位置もいい位置だったので、庄司選手の気持ちになりましたね。よりこう厳しい状況になってもああいう判断が冷静な判断なんですね。本当こう冷静に見てますよね。まあ、それもやっぱり練習なんでしょうね。さあ第2ラウンドが終了。まだもう1ラウンドこの戦いが見られます。近藤選手ちょっとでも庄司疲れがありますか。疲れというよりも多分その思うようにできない、させてもらえてないことが相当ちょっとイライラしてるのかもしれないですね。フラストレーションが出てますか。いやしかし大した球です。まあ、両者ともです。こちらが20歳のジョゼ・アルド、ブラジル出身です。一方のこちらは庄司、三重県名張市出身。まあ、パンクラスバットでは、まあ、日本人選手としか、過去総合では戦ったことがありませんでした。初の海外勢との戦い全く引いていません。23歳の庄司、20歳のアルド。ラウンド3ラストラウン。さあまだまだ KO の可能性大いにあります。飛び込んでいくフェイントでした。左フック、ちょっとフックが見切られるか、まあ、ダッキングされて組みつかれるというシーンがあります。さっき飛び膝狙ったんじゃないですかね。そうですよね。
これでも庄司のフックも全力うわーバスター。しかしまた立ち上がります。組みつかれている位置が庄司にとっては嫌な場所。こう日本人にはあまりないこうギャンブラーな感じがしますね庄司が。そうですね、23歳タチカンさん、タチカンさん、まあ、去年は開始から3秒っていう KO 勝利ありましたけど、うん、ある意味それ以上にこうファンがつくような戦いですね。そうですね、リストを握っています。腕絡みにもいける体勢というか、まあ、これ以上進展させないためにリストを握っているか。青コーナーに押し込んでいるのがジョゼ・アルド。やはり来ました。まあ、近藤選手からお話あったように、うわまたこの形かっていうのもあるかもしれませんね。フラストレーションがたまるというような。また画面奥では恐ろしい顔の師匠のペデイラスが淡々と怖い顔のまま表情を変えず指示を与えます。これブラジルっぽいですよねでもそうですね。立ち上がった。おすごい飛び膝。いやいや強気だちょっとしかし冷静に今抱えられてまた同じ形に戻ります。庄司選手はお客さんがフラストレーションがたまりませんね。はい、本人たまってるかもしれませんけど。そうですね。まあ、逆にじっくりした戦いに1ラウンド後半から変えてきているジョゼ・アルド。ラスト2分半、ペースすごい変えましたよね。そうね。なんだろう疲れたのかなっていう全然そんな風には見えないですけど。うん、そうですね。やっぱりでも打撃戦挑むと危ないっていうのもあったんでしょうかね。なんでしょうね。まあ、でもこうさせたのはきっと庄司でしょうね。ああ、うん、急にこうなんだろう硬い硬くなりましたやっぱり勝つためには庄司に勝つためにはこれがベターだと踏んだんでしょうか。庄司勝つとき背中見せるな、背中見せるな。ああまた腕取りに行きます下から庄司。庄司は2006年の10月、昨年の10月、大阪で宮崎雄二戦でデビュー。その時がなんと3秒03秒、まあ、秒殺というより瞬殺で KO 勝利、飛び膝でした。その後12月のディファ有明荒牧勝戦、これはグラウンドの踏みつけで勝利1ラウンド。しかし今年に入っての3月、ネオブラッドを以前制したこともある星野雄二の前にベテランの前には判定で敗れました。その後また4月にも戦っています。4月には竹重戦、これはグラウンドのパンチでまた KO 勝利。立ち上がります。いやーこれはもうブラジリアン柔術地獄とアリ地獄ですね。アリ地獄のようにハマってますね。はめてますね。そうですよね。でも庄司がもう動いて動いて結果立ち上がるんですね最後は。そうですね。残り時間1分、しかし残り時間1分、勝ちに来ているジョゼ・アルド。まさにフラストレーションたまるでしょうね庄司は。アクション、戦わせてくれ、そんな気持ちでしょう。うまく力が出てるんですよね。アルド、ジョゼ・アルド、ジョゼ・アルドの方が全然疲れてないですね。ジョゼ・アルド危険だったら負けない戦いもできる、そういうことなんでしょうか。残り20秒今もううめきながらフリッジを使いますが動いてくれません。庄司選手はもうかなり疲れたと思いますね。残り10秒、ラスト10セカンド、最終ラウンド、残り時間が少ない。まあ、もちろんこの戦いも否定できません。ジョゼ・アルド強い。ここでタイムアップ、頭を抱えます。庄司嫌な20歳ですね。そうですね。あでも疲れてますね、アルドも。疲れてますね。
すごいポーカーフェイさんね。そうですね、本当に二十歳じゃないですね。いくつですか？50ぐらいですかね。50ぐらいって言うじゃないですか。精神的に、まあ、ちょっと庄司選手もやられたなっていう苦笑いもちょっと見えました。庄司だって23ですからね。そうですね。判定結果をお知らせいたします。サブレフリーワダ30-28、青ジョゼアルド。サブレフリーメキ30-27、青ジョゼアルド。ジャッジを行った30-29、青ジョゼアルド。判定3-0、勝者ジョゼアルド。